吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックの和歌山代表常本のシトラスフラペチーノとフードメニューいろいろ温めてます。こちらスターバックス47都道府県和歌山代表のフラペチーノですね。実は前に一回飲んだんですけど、それで動画も撮ったんですけど、あんまりにもひどすぎて、もうちょっとこれは見せられないなということで、もうボツにしました。なので今回改めて飲みたいと思います。そしてフードメニューもいろいろ買ってみました。これは楽しみですね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。お野菜が大事なのでグリルチキンとソイハンバーグのポカチャからいただきたいと思います。結構野菜入ってますね。ではちょっとこぼれちゃってます。では早くいただきましょう。スターバックスもこういうの出るのですね。体に良さそうです。ではいただきます。でプロテインバーグ、こちらも美味しそうです。ではいただきます。はい、続きましてストロベリーポップ、なんかアイスみたいなのがアイスじゃないんですね。ではいただきます。アーモンドクリームケーキバナナと聞いて、これはいても買ってもいられませんね。はい、こんな感じになります。ではいただきます。あとはクッキー&クリームドーナツ、これもなんかアイスでよく見かける組み合わせですけど、ドーナツだと初めての気がしますね。スタバのドーナツってあんまりミスのも好きだったりするので、これは期待を持てます。ではやりますラストは和歌山のフラペチーノ。これの味はぜひとも皆さんに知ってもらいたいですね。それでは飲みます。はじめはちょっと酸っぱさがきて、後から苦味がきますね。これは甘いフラペチーノとはまた違った美味しさがあっていいですね。ちょっと大人の味わいかな。で、クリームがそれをいい感じにまろやかにしてくれています。どうか和歌山に来た際にはぜひ飲んでみてくださいねって、もうすぐ終わっちゃうか。最初に食べたソイハンバーグポカチャは野菜が結構多めに入っていて、けど噛んだらはみ出してくるぐらいの量になっていましたね。でソイハンバーグも簡単に食べるのが上司なんですが、ちょっと一緒に食べてしまうと野菜に負けてしまっている感がありましたので、そこはちょっと残念でしたね。もうちょっとソイハンバーグも主張してもよかったかな。まあ、野菜が多いのはいいことなんですけどね。ね、こちらのチーズ&フルーツのデンマーはねっとり濃厚としたチーズの中にからフルーツの酸味が効いていて、とっても美味しかったです。同じく濃厚なプロテインバーは濃厚なチョコレートとナッツの食感が口の中にねっとりと広がってくる、これも美味しかったですね。この2つは完全にもう個人の好みで食べ分けたらいいと思います。その次に食べたストロベリーポップ、これは何だか不思議な食感でしたね。なんか噛んだ瞬間にふわっと消えていくシフォンケーキのような、そんな感じでした。でもシフォンケーキよりもちょっとパサつきがなくてあっさり食べやすくて、中にイチゴジャムも入っていて、そこにもイチゴ感じられましたね。で、次に食べたバナナアーモンドミルクケーキは上にスライスしたバナナが乗っているだけではなく、下のケーキ生地にもバナナが練り込まれていて、バナナをしっかり堪能されました。一方でアーモンドミルクの癖はそんなに感じなかったので、それでも良かったですね。で、次に食べたキアのクリームドーナツ、ちょっとクッキーが柔らかすぎて食感があまり感じられなかった。ちょっと残念かな。スタンドドーナツ自体は美味しいので、ちょっとクッキーが香ばしくやってくれた方が良かったかなと思いました。で、食べ物の中だと今回自分はこのソイブリベ野菜やソイハンバーグポカッチャが一番気に入りましたので、こちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。やっぱり野菜が多いというのはいいですね。で、北山代表シトラスフラペチーノは柑橘類のあっさりとした味なんですけど、それだけなのでちょっと苦味もあった、これまでにない味わいのフラペチーノでしたね。でもコーヒーの苦味でも当然また違って、ちょっと大人な雰囲気を味わえるそんなフラペチーノでした。これ高評価
ですけど、なんか手前味噌なので、これはもう評価しないっていうことでいきますが、とっても美味しいので、もし分かるまで来られて飲める機会がありましたら、ぜひ飲んでいただきたいですね。皆さんの県のフラペチーノはどのようなものですか？もしよろしければコメントで教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。